はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、日産リーフでコストコに買い物に行ってですね、この2つの椅子を買ってまいりました。これでレビューしたいと思います。まずこちらの方はですね、税込みですね、3180円のチェアになります。ではちょっと座ってみたいと思います。こんな感じですね、首のところにしっかり枕がついていて、ホールドしてくれますね。かなりコンパクトで軽量なもんですから、耐荷重はよく分かりませんけども、まあ私ぐらいの体格でしたら、十分な強度が得られていると思います。こんな感じになります。今日はですね、静岡県の浜松市の浜名湖でですね、ちょっとお高いところまで来まして、花も湖を見渡せるような景色のところに来ています。で続いてですね、次のこちらの方はこのようにですね、こうハンモックのような感じでできております。じゃあ座ってみたいと思います。よいしょ。あ、これはすごく楽ですね。ゆらゆらゆらとすることもできますし、足に地面がつけばですね、こう静止した状態でリラックスすることができます。こちらの方はですね、税込みで3980円の椅子になります。組み立てはですね、両方とも簡単なものですから、組み立てて、あと片付けてバラバラにしてですね、収納するキャリングバッグがですね、両方ともついておりますので、こんな感じでですね、楽しむことができます。でこちらの方はですね、ドリンクホルダーがついておりますので、ドリンクをですね、収納してゆらゆらと景色を眺めながらくつろぐことができるということになります。今回はですね、この辺りで失礼いたします。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。